どうも皆さんこんにちは、キョキョです。なんと、私6月28日に、1本目の動画を投稿して以来、なんと100本目の動画になりました。いや長いって、今現在10月のこの動画は10月の4日とか、あ、6日かな6日の、今ちょうど今日付が変わりましたね、先ほど6日に撮影しております。もう100本目っすよ、動画。いや、ちょっとね、感慨深いですね。ということで、このね、前回もTwitterで実施したんですけれども、やっぱ100本目やっぱ YouTube に感謝しないといけないということで、 YouTube のコメント欄にてですね、クラッシュオブクランの質問、まあクラッシュオブクランの質問とか、もうクラクラの雑談とかの質問とか、あとは私自身に対する質問とか、何でも OK、 まあ個人情報はダメですけども、基本 OK の、質問コーナーをやりたいと思います。素晴らしい。そうですね、まあこのやるあれですよ、やるその趣旨としては、まあ前に、まあそのまあね、ツイッターで募集したんですけども、まあ、ツイッターやってない人とかもおられるじゃないですか。あとはそのまあいろいろあって、まあね、やれない方もいるんで、やっぱ YouTube で、やることが結構意味あるかなと思いますね。はい。そしてやっぱそのリスナーさんとその会話する機会というか、まあ文字の会話ではありますけれども、まあツイッターでも、ツイッターは140字以内の会話じゃないですか、所詮。なのでその本当に言いたいことというか、伝えたいことが伝えられない。なので、その YouTube の文字制限が多分ないのかな、あるのかな、わかりませんけれども、まあ長文で私もその口頭で、スパスパといけると思うので、ぜひですね、コメントしていただいて、コメントというか、まあ質問していただいてですね、まあその交友関係というか、まあそのね、いい感じな感じになれたらいいなと思います。ということで、100本目動画記念ということでですね、質問コーナーやっていきたいと思います。どしどし、こちらの YouTube のコメント欄にて質問してください。一つ注意事項がありまして、その質問した内容のユーザー名が表示されてしまうんですね。誰々が質問してくれましたということで、スクリーンショットを貼りたいと思うので、その時に YouTube のアカウント名が出てしまいます。それを、この YouTube の動画のこのチャンネルで、表示されてもいいという方のみ、質問してください。なるべく多くの質問を取り上げていきたいと思いますので、ぜひコメントしちゃってください。いつもしてない方もぜひどんどんね、もう爆発的なコメント数を、まあ、待ってないですけども、まあ結構欲しいっす。もう質問ね、どんどんしてくださいということで、ご視聴ありがとうございました。